このチャンネルは自分らしく楽しく美しく生きるという私のミッションに関連してお伝えしたいこと、女性が自分らしく楽しく美しく生きるための情報をお伝えしています。今日のお話は乾燥知らずの肌にあの秘密の方法ということで、美容のお話をしたいと思います。私、よく肌が綺麗ですねって言われるんですけど、キメが細かいですねとか言われるんですよね。で、20代の頃からこれまで20年以上顔の肌が乾燥したことがないんです。冬も加湿器も実は炊かないんですよ。特にお部屋でエアコンつけたりガスファンヒーターつけてんですけど、加湿器はつけなくて、っていうのは一度息子が赤ちゃんの時にちょっと肌湿疹で、なんか湿気があるといいらしいっていうのを聞いて、すごい加湿器炊いた時期があったんだけど、そしたらエアコンの中めちゃくちゃカビるんですよね。でお掃除大変だわと思って、それ以来加湿器は一切炊かないことにしてんですよ。で結構女性の皆さん積極的に加湿器炊いて肌乾燥するとかおっしゃってるんですけど、私加湿器なしでも乾燥しないんですよね。ただ10代と20代の最初の 2,3 年まではすっごい乾燥したんですよ。肌が、顔の肌、冬は何が変わったかっていうと、スキンケア変えたんですよね。私に今すごい敏感肌っていうのもあって、あとは化学物質入れたくないっていうので 100% 脱石油の植物系の化粧品を20代の中頃か、就職して1年目ぐらいから使ってて、でそこのスキンケアが化粧水とオイル使うんですよね。それを始めてから一切乾燥しなくなったんです。それまでは私若い子10代とか21人の頃は化粧水と乳液だったんですよね。それだと乾燥したんです。乳液だとダメで、水と油、化粧水とオイルを使うようになって一切乾燥しなくなったんですよね。それが秘訣。あとはなんかもうオイル大事ってことですよね。オイル、水と油、やっぱり体も肌も一緒で水分と油分両方必要ですよね。だから化粧水とオイルでバッチリっていう感じ。あとは朝は顔洗わないですね。石鹸はもちろん、ぬるま湯洗顔もまずしないですね。朝、夜はメイクした日はクレンジングと石鹸でダブル洗顔しますけど、メイクしない日はちょっとぬるま湯洗顔程度ですという感じで、なるべく洗わないこと、あとオイル、これが乾燥知らずの肌の秘訣なんですよね。でボディの方もゴシゴシ洗ったりしない、泡で優しく、で泡も汚れた部分だけですね。汚れてない部分は泡さえつけなかったり、お湯で流すだけだったりしますね。こういう腕のところとか、こういうところってそんな汚れないじゃないですか、特に冬は。そういうところは石鹸すらつけなかったりしますという感じで、なるべく洗わないことと、オイル、なるべく洗わないのは、日田こりささんも朝は洗顔しないって言ってましたね。それもあとはやっぱり洗顔良くないなと思ったこともあります。でということで、乾燥しない秘訣はなるべく洗わないことと、水と油ということで化粧水とオイルを必ず使うということで、私はこの20年間一切顔の肌乾燥知らずできたという46歳までというお話をしました。チャンネル登録高評価お待ちしています。平愛花でした。